私の名前はコウスケです。楽天ハンドを使っています。私の名前はコウイチです。グラマラスバタフライを使っています。これガチかもしれない。ワニレックスのレックスを言います。こっちはパーク立ち入り禁止しようぜ。そうがいいんだ。極物の見解としてどういうことだ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。これからも極太ダイナマイトは誰もが見れる冒頭を提供していきます。どうも極太ダイナマイト小月です。小池です。今回はですね、はい、現代では再現不可能な技術ロストテクノロジーをご紹介していきますよ。出ました大人気海とロステクは結構ねライブ配信しててもロステク好きですみたいな。来るね。来ますよ。うん、はい。てごめんぶち殺すぞ。ごめんってことで早速ロストテクノロジーやっていきましょう。どうぞ。まずはじめにご紹介するのがですね、和算です。はい、まあ、これはですね日本の数学のことですね。あー算数ですか。そういうことだ。そもそも日本における算数の歴史を見ていくとですね、はい、遣唐使とか遣隋使によって中国から伝えられてきたのよ、うん、それがですね日本で独自の発展をしていったのね。聞いたことがない。今でも実は残ってて。あ、そうなんだ。例えばソロバン、うんうん、ソロバンってもう世界で日本でしかもう使われてないものなんですよね。へー。あと鶴亀算とか聞いたことない。あー、はいはい、なんかやったわ。やったでしょ。あれは和算の名残なのよ。今残ってのも本当それくらいなんだけど、うん、日本では数学が独自に発展していったんですよ。もうなんかソロバンやってるこの計算能力がめちゃくちゃ早かったよね。めっちゃやっぱ頭良かったりするじゃん。はいはいはい。でですね独自に発展していって特に成長を見せたのが江戸時当時やっぱコンテンツもないし趣味がないから結構この和算にハマった人がめっちゃいて、まあやっぱ知的な人は面白いしかっこいいと思われるんだね。いろんな本が出たのよ、はい、その和算の本の最後に、うん、出題者というかその本を執筆した人からのクイズが出たのね。はいはいはい。でこれを君たちは解けるかみたいな。あ、それをもうみんなこぞって解いてそのクイズを解いた人が新しい問題を出してみたいなめちゃくちゃ発展してたんですよ。はいはいはい。でどれぐらい発展してたかというと、うん、もう本当当時世界最高峰レベルまで発展していきまして、うん、なんとですね江戸時代に円周率を41桁まで出していたと。はあはあ。 3.14 の続きを、はい、これが世界水準で見ると15年早く出してたので、でも本当に世界一の数学が行われていたのが日本だったんですよ。へえ。結局時代が変わって西洋数学を政府が採用したから、まあ、和算っていうのはだん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 廃れていって、うんまあ、今では残ってるのはソロバンと鶴亀算ぐらいなんだけども、はい、当時どこまで技術がいっていたのかっていうのはちょっと分かってなくて15年も早く円周率を求めていた人たちがどこまでその数学を極めていたのか、うん、もしかしたらとんでもないとこまで行ってたんじゃないかっていう風にもちょっと言われたりしてるんですよ。はいはいはい、うん、で西洋数学を取り入れたことによって世界最高峰の数学はなくなってしまったと。まあでもなんか日本人ってこう職人気質 なんか民族とかがあるから、うんまあ、多分当時とんでもない数学のスペシャリストはいたかもしれない。いた。しかも多分一人じゃない、うん、そんなやつが、うん、もう何人もがハマっていたわけだから、うんまあ、もしそのまま行ってたらノーベル賞だらけの民族だったかもしれないね、うん、今頃。そうかもね、はい、続いてご紹介するのがですねエントゥームドです。はい。1982年 US ゲームズっていうアメリカのゲーム会社が発売したゲームなんですけども、はい、こんな感じで上からこう画面が落ちてきてそれを迷路を敵を避けてゴールするっていうゲームなんですね。これの何がロストテクノロジーなのかというとですね、はい、このエントゥームドっていうゲームは毎回毎回このマップがランダムで変わるのよ。それがもう完全ランダムなんだけど、うん、この当時のゲームってランダムなそのプログラムを入れられるほど容量がないのよ、うん、この当時のゲームの容量っていうのはですね、うん、画像1枚分キロバイトなんですよね。あーなるほどなるほど、うん、でランダムなプログラムを入れるのってギガバイトが必要なのよ。で実際に当時のドラクエの容量が64キロバイトだと。そんな何キロバイトの中に完全ランダムのマップをプログラムしてあると。これがなぜそんな風にできるのかっていうのは分かってないし現代ではもう再現不可能です。なあ、じゃあまあ超頭いいプログラマーがいたんだな。なんか当時このエントゥームドを開発してたチームの一人が実際にインタビューに答えてまして、うん、これをプログラムしたやつは酒に酔っ払った時にそのプログラムコード書いたらできたみたいな、みたいなこと話してるんですよ。まあな、プログラムってそういうとこあるもんな。なんかプログラムってそういうとこあるの。コードとかが多分こうバーって書いてあって、うん、他人のプログラムとか見ても、うん、
なんか汚かったりして、なんか分からないものなのよ、はいはい、多分なんか例えば高一を殴るっていうこの動作をするのにも、うんうん、いろんな書き方があって、うん、なるほど、そういうものだからゴールは1個だけど、そう道がね、はい、多分そういうものだって聞いたから、なるほどな、なんか作れちゃったんだけど、うん、分かんない、そうだから酔っ払ってこれでいけるんじゃないみたいな、はいはいはい、とか意外とあるらしいから、なるほど、だからまあそういうたまたまが起きたのよ、うん、そうだね、だから当時のその制作チームの人も、うん、なぜ完全ランダムができてるのかって誰も理解してなかったと、うん、奇跡が起きたゲーム痕跡でできないってよく分かんないね、だってそのコードがあれば、うん、そのランダムが生成されるって、うんうん、分かんないもんなんだね、制作が分かんないんだから、まあ、もう無理だよ、何なんだろうね、すごいね、確かにこれはすごいね、なんか面白いよね、はい続いてご紹介するのがですね、アルキメデスの熱光線です、はい、古代ギリシャの天才アルキメデスという科学者がいたんですけど、うん、彼の故郷をローマ軍が攻めてきた時にですね、攻めてきたローマ軍を撃退した武器なんですよ、はあ、でまあどういう武器だったかというと、このアルキメデスはたくさんの鏡をまず集めろって言ったんですね、うん、その鏡を使って太陽光を反射させて敵の艦隊を燃やし尽くしたと、そんなことできんのかな、これが一応記述はされてるんですよ、本当だったのかっていうのをマサチューセッツ工科大学の人たちが検証して、はいはい、理論上は可能だと、理論上は可能なんだな、気象状況とか結構運が良くなきゃできないんだけど、ものすごい大きな鏡を使ったら理論上可能というか、実際に木が燃えるってことが分かったの、へー、だから多分本当なんだけど、うん、当時それをできたのかっていうのと、うん、そのやっぱ運が良くなきゃできないことだから、はいはい、そこまで考え尽くさなきゃできないことなんですよ、なるほどなるほど、再現性が高いとは言えないっていう感じなんだよね、なるほど、うん、可能ではあるけど、そう理論上は可能だけど、何回か使ってるアルキメデス、あ、これ1回だけなんですよね、じゃあ一回たまたま運よくできた可能性はあるけど、成功してるわけだから、まあじゃあもうよほど天才だったんだなっていう、考え尽くしてる可能性もある、あありそうすごくない、これマジで無敵なんですよ、なんでかっていうとエネルギーが必要ない、太陽光だけだから、うん、なるほどね、鏡だけ、船なんてね当時はね木造だったわけだから、鉄板だったらそうだね、一撃ですよ、燃えちゃうんだもんな、燃えちゃう、死の光線って言われたらしいマジ強すぎて、しかもさ当時の情報がないから、うん、マジで何されてるか分かんないけど、まばゆい光でみたいな、急に来てそれこそ神の力みたいな、あーなるかもしれないね、うん、だから死の光線みたいな、デスビームだよね、うん、言われてたのかもしれない、面白い、本当理論上可能っていうのがやばいよね、そうだね、うん、最後にご紹介するのはですね、はい、ちょっとこれは紹介しない方がいいかもしれないものなんですけど、オーブルキャブレターです。1970年代後半、自動車整備士だったトム・オーグルというアメリカの青年が発明しためちゃくちゃ燃費を良くする装置です。何それ、おいおい嫌な予感がするよこのオーグルキャブレター、どういうものかというと、従来使われていた燃料ポンプとキャブレターっていう装置を使わないでガソリンを霧状にしまして、うん、それをすごい強い圧力で注入するっていう手法を採用したと言われているものなんですよ。でガソリンの燃費がですね、うん、現在の車でものすごい燃費がいい車でリッター30キロぐらい、はい、このオーグルキャブレターを使うとリッター42キロになると、12も高い、しかも1970年代後半だからめちゃくちゃ高いの、当時と比べると、そうだね、50年も前に、そういうことなんですよ。実際にこのオーグルという青年はですね、はい、ニューメキシコ州からテキサス州まで322キロある道のりを 7.5 リットルのガソリンで走り抜いたと、自らの発明を証明したんですよね。すごいね。でもこの技術がなぜ今使われてないのか、めっちゃくちゃ怖いんだけど、石油会社がこのオーグルに対して数百万ドルで買い取りたいっていう風に言ったんですね、うん、この技術良すぎると、うん、でもオーグルは断ったんですよ。なぜかっていうと、自らの車を作りたかったっていう彼にはそんな夢がありました。ただですね、1981年、このオーグルは夢半ばで何者かに銃撃されてしまったと。怖すぎる。もう既得権益じゃん。いや、わからないよ、何かとは言いませんよ。既得権益以外の何者でもない。石油王に出るよ、車会社に出るよ、石油売れなくなっちゃうもんね、うん、そんな素晴らしい発明がね世に出回ってしまったら、もしこれが仮に世に広まっていたとしたら、とんでもない大金持ちになった。
って世界の人々が喜んでいた技術だったと思います。すごいね、まだ行けてないんだね。そこには行けてない、彼の技術に追いついてないんだよ。いやーすごすぎると消されんなマジで。いやでも、うん、YouTube やってたら消されなかったけど。あー拡散力が高いからな。まあこったかもしれない、わかんない。やるときはやるからね。現にどこの国とは言いませんけど、うん、主張と近かった人たちが、はい、なんか不自然な死を遂げてたりしますか。しますか。恐ろしいですね。ってことでしょう。現代では再現不可能な技術、ロストテクノロジーでした。あーもうさ、もうこの人類の歴史においてこういった事件って何個もあったんだろうね。いやーそうだな、うん、なんかいつの時代も最近のもそうだし、ほんと2000年前とかでもそうなんだけど、今もう現代ぐらいになり得たものが時の権力者によって消されてきただろうな。間違いないな、うん、やっぱり監視カメラがいろんなとこにあって SNS でいろんな人に監視されててっていう今の世の中はいいんだろうな。割とね、うん、これらの失われた技術、ロストテクノロジー、復活する日が来るのでしょうか。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、人類がこれまで進歩してきたことを踏まえて見解を落とします。人が想像しているものは必ず実現できる。不可能なことなんてないんだ。夢を持とう。極太ダイナマイトでした。極太のおまけ都市伝説コーナー、ちゃんとしたやつ持ってきました。もうそこまでは信じれません。記事を読んでからじゃない。人間の10代の若者も若いチンパンジーもリスクを取るということが分かりました。ほう。研究で10代の人間の若者が、うん、まあ、リスクを顧みない行動を取るってことはちょっと分かってたんですけど、チンパンジーも同じような行動を取るとことが分かったそうです。所詮チンパンジーなんだと人間は。そういうことでね、はい、人間もチンパンジーもリスク的な行動は取るのよ、はい、若いやつは。ただ人間の若者は衝撃的な行動も取ってしまうと。チンパンジーはそれはしないんだって、うん、醤油ペロペロみたいなね。人間はする、うん、リスクは取るんだって。チンパンジーリスクは取ると、うん、はい、衝撃ってのはなんかもう突拍子もないアホみたいなことは、はあ、チンパンジーはしない、人間はしたけど。チンパン以下ってこと。そういうことだ。終わっとるやん。お前は終わってる。俺俺あ、終わり。あ、終わり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 だよ。殺す。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。